でも皆さんこの音わかります？これ湖ですよ。まるで海のようにね、波が立ってる。つまり風がめちゃくちゃ強いってことですよ。はい。いや、あの富士山もすごいね。いいね。あの麓っぱらのね、なんていうんですか、あの裾野からね、頂上まで全部見れる。しかも下がね、全部草原だったのも良かったですけど、これはこれでいいな。いやー、これはまたいいとこだよ、おい。一応ね、私2泊、お金払っちゃいました。なので今回2泊したいと思います。はい、いやー、最高。はい、皆さん、キャンプ好きの方でしたらご存知かと思いますが、ビーパルの最新号についておりました付録、こちら、はい、ちっちゃい焚き火台、めちゃくちゃちっちゃいんですよね。まあ、使おうと思えば使えるんですが、ちょっと使いづらいかなというぐらいちっちゃいです。ということで、私こんなことを考えました。箸、これ穴が開いてるからさ、こうやってさ入れればいいんじゃないの。はい、箸置き完成。だってここにさ、スプーンとか入れたっていいんじゃないの、こうやって。あ、これ出ちゃうか。出ちゃうか。ダメかな、これ。ここにもね、丸太はあるんだけど、ちょっと切れるようなレベルのね、薪はないね。もうちょっと薪がたくさんあると思ったんですけどね。あんまないな。おー、こっちにも張ってらっしゃる方いらっしゃいますね。へえ、こんな感じか。なるほど。あ、こっちにも降りれるね。ちょっと降りてみましょうか。よいしょ。あ、ここにもね、晴れるんだね。ここもいいかもね。うん、ちょっと高台でね。あそこの湖畔だとね、ちょっとやっぱり風が強すぎるかな。そういう意味では今みたいなところもいいかもしれないですね。はい、ちょっと戻りましょう。ダン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 ジ。よし、火がね、ちょっと落ち着いてきたんで行きましょう。はい、これ買ってきました。シシャモでございますよ。138円。一匹いくらなんだって話ですけど、行きましょう。シシャモお持ち。よいしょ、行こうぜ。よいしょ、とりあえず3匹行こう。よいしょ、うわー、いいね。ふふふふ、うまそうだな。やっぱ直火だと早いな、焼けるのが。よいしょ、あとちょっと。よし、待とう。その間に日本酒行こうよ。2リッター540円の安い日本酒行こうぜ。この前のふもとっぱらでね、1杯しか飲まなかったんでタプタプですよ。まだ時間が早いんで、はい、氷入れました。はい、ここに行きましょう。よいしょ、いただきます。ないね、日本酒。やっぱなかなか日本酒だよ。よいしょ、いいんじゃない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 の。よし、食ってこうか。いいんじゃない。ていうかさ、この子持ち者もさ、ちょっとさ痩せてね。大丈夫ですか？ちゃんと食べてますか？痩せてるよ、君たち。ちょっと横に置いといて。いただきます。痩せしちゃう。なかなか良くはないよ。うん、あ、ちゃんと子供が入ってた。うまい。富士山見ながらシシャモ、最高でございます。はい、お、あそこにカラスちゃんがいるよ。ちょっとズームしてみようか。よいしょー。ほら、すげえな、あのカラス。あんな水際で、あいつ何やってんだろう。やっぱ頭いいよね、カラスって。ちょっとあそこ行ってみようか。よいしょ。なんだ、カラス、カラオ、
体を何やってんだ、貝かなんか取ろうとしてるでしょ、なんだろう。よし、カラスだ、一緒に取ってみよう。逃げるか、あ、逃げちゃった。バイバイ、バイバイキン。うーん、どこまで飛んでくるんだ、追ってみよう、追ってみよう。すごい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 、お、頑張ってる頑張ってる、よし頑張れ頑張れ、よいしょ、どこだ、落ちた、うおい、ひー、お、戻ってきた、戻ってきたぞ、戻ってきたぞ、おー、すげえ、あいつ何者だ。時刻は5時でございます。風が強い分ね、めちゃくちゃ寒いということで、ちょっとあったかいものを作っていきましょう。ダン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 ジ、はい、お湯を沸かしていきましょう。はい、いやマジ寒いわ、めちゃくちゃ寒いんですけど、いや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 、これあれだな、この前のふもとっぱらよりも寒いぞ、めちゃくちゃ寒い。これ鍋でも食わないとさ、やってられないよ。はい、揚げ、三角生揚げとかいうの買ってきましたよ。鍋に入れましょう。焼いてもうまいんでしょうけど、今日はね鍋に入れますよ。うん、でもいいんだけどさ、ちょっと切っとこう。よし、おー、いいね。そしたら鶏肉いきましょう。よいしょ、いっちゃうよ、もう全部とん。さらに丸鶏ガラスープの素、よいしょ。で最近ねおなじみの、はい、塩、海の精でございます。これをちょっと入れましょう。よいしょと。で石田豚のもも、はい、買ってきましたので、これをね半分ぐらい入れていきましょうか。よいしょ、豚と鳥コラボレーション、イエーイ、いこうぜ。それで臭み取りの青いところね、ネギのね、一応入れていきます。トントン、具を取ってね、ちょっとね味見しますよ。はい、うわ、鶏のいい味出てるな、これ白菜いきますよ、34円。こんなって34円ですよ、ラッキー。よいしょ、ネギもいきますよ、ネギ、厚揚げもいきますよ、よいしょ、よし、じゃあちょっと煮込んでいきましょう。もういいんじゃないの、いいんじゃないの、よいしょ。来たぞー、よし食ってこぜ、絶対うまいでしょこれ。よいしょ、これめっちゃ鶏の出汁効いてるよ。よし食ってこい。あったまる。もう寒い時が鍋だよね。この臭み取りのネギもどうなんでしょう。いただきます。普通食わないよこれ。うん。もうあったかいからさ、ありだよね。
ありがとう、ガベ。よし、日がいい感じになってきたね。今日もね、あれね、あれあれあれ、オガビンチョウタンってね、アマゾンとかでもね、買ってらっしゃる方結構多いんじゃないですか。あれをね、薪と一緒に併用するとね、ほんと効率的なんですよ。すごいあったかい。もう遠赤外線効果ってやつですよ。アマゾンで確か2100円とか200円ぐらいですよ。あの、これはね、絶対おすすめです。朝になってもね、火が残ってるのは大体ね、あの、備長炭ですから。はい。ぜひ、お試しください。だいぶ暗くなってきましたが、まだまだね、風が強い。隣にね、新たな別のキャンパーさん来たんですが、もうね、テント班に悪戦苦闘されてるっぽいですよ。とりあえず、トイレ行ってこう。行きましょう。こっちのね、林間サイトに来た途端にね、風が吹いてない。風のこと気にしたらこっちの方がいいんだな。やっぱりあの湖畔のところがね、とにかく風が強いってことが分かりましたよ。はい、トイレナウ。もうね、寒いんでね、またこのサウナスーツ来ましたよ。はい、めちゃくちゃ寒い。この前のふもとっぱらよりも寒いよ。ちょっとトイレ行くまでのね、この高低差が結構厳しいね。うわぁ、富士山すごい。明日はね、どういう景色になってんだろうね。雪が降るっていうからね。いやいやいや。頼むからあんまり降んないでくれ。タープが飛びそうだからさ、石を持ってこう。石をさ、積んでね、よいしょ、うん、ちょっとさ、あのペグのところにさ、石を置いとこうよ。結構さっき置いたんですけどね、めちゃくちゃやばいこれ。よし、よいしょ、ずー、これやっとかないと。マジで夜やばいでしょ。ほんとこれ抜けやすい。ほんと怖いわ。だいぶ暗くなってきましたんで、ランタンに火をつけましょう。よいしょ。よし。お、なんだ。よし。よいしょ。オッケー。はあ、明るい明るい。よし。ダン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 ジ。でさ、さっき作ったさ、あまりのこの鍋にさ、うどんぶち込んできましょうよ。うまいでしょ。私ね、あんまりね、最近なんていうんですか、炭水化物をね、夜に食うっていうのはね、あのカップヌードル以外はね、やらないんですけどね、今日はちょっとさ、行ってみようよ。行こうよ。でこれ絶対にね、ここにね、何を入れたら美味しいかと言いますと、胡椒ですよ、胡椒。絶対うまいから。いこう。よし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 。オッケー。絶対うまいよな、これな。煮込んでこう。煮込んでこうよ。でさ、やっぱりさ、大好きなさ、大葉ちょっとかけたいよね。はい。大葉うまいよね。ラビゾーバー悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから。ラビゾーバー、いいんじゃないの、いいんじゃないの。よいしょ。これはさ、これはさ、食べようよ、うどんちゃんを。寒いからさ、入れて。うわー、肉肉肉肉、よいしょ、肉置いて、肉置いて、さらに肉置いて、でさっきのさ、おばちゃんを、よいしょ、でちょっとさ、醤油でしょ、ちょんちょこちょん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 、よいしょ、食ってこぜ。はい、さらにね、ちょっと胡椒も振りましたよ。はい、いただきます。
絶対うまいなこれ。めちゃくちゃうまいよこれ。うん、やっぱ大葉だよ。大葉とねこの塩加減醤油加減がたまんねえよこれ。うん、マジうまいぞこれ。めちゃくちゃうまいこれ、最高。はい、今日はねウイスキーをこんなの買ってきましたよ。見えますか、甲州とかいう名前のね、甲州ニラサキって書いてありますね。これをちょっと飲んでいきましょう。うん、まあまあ美味しいですよ、安い割には。はい、ということでアツオの酔いどれべしゃりタイム始まりますよ。今日はねゆるキャンでも紹介されたここ山梨県は本栖湖の湖畔にございます港湾キャンプ場にやってまいりました。いやーすごいね、とにかくね本栖湖の向こうに富士山がバーンとあるっていうのがね、まあすごいですね。このサウンドわかります？波の音が聞こえるでしょう。これね海じゃないのに今日風が強いんでね、とにかく湖がジャバ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 風が強いでね、明日はね雪の予報が出てるんですが、天気予報を見る限りねちょっとだけ降って午後から晴れるみたいな予報は出てます。まあ雪より何よりねこのタープが風に飛ばなきゃいいなと思っておりますよ。この湖畔のサイトと林間サイトというのがあります。で初めはねちょっと林間サイトの方に行ってみようかなと思ったんですが、やっぱりね初めてのここのキャンプ場ですので、まあ人気のねこの湖畔サイトにとりあえずはタープをね張ってみようと思いました。ただとにかく風がすごい、そして寒い。タープを張るのはちょっと難しいキャンプサイトかもしれませんね。まあでも一応ね張れましたのでこれで OK としましょう。私ね海釣りをやるのでよくわかるんですけど、これはね荒れた海の音ですよ。私ね湖があるキャンプ場って初めて来たんですが、これはこれでなかなかいい景色ですね。いやここは人気な理由がわかるわ。まあ思わずね写真を撮りたくなるような景色です。ふもとっぱらのようになんもない草原の向こう側に富士山があるというのとは違って、まず本栖湖があって山があって、そして富士山があるといったような写真の構図という意味ではこっちの方がとっても綺麗というか美しいというか、まあデザイン的に面白いと言った方がいいんですかね。ふもとっぱらをシンプル美しいと表現するならば、ここ甲湾キャンプ場はいぶし銀美しいですかね。まあわかりやすく言えば渋いっていう感じかな、略して渋美しい。周りにある景色があの富士山を引き立てているという感じですかね。まあそんなキャンプ場ですよ。いやーキャンプ場って本当に楽しいものですねって水野晴男か。まあとにかくまだ一度も来たことがない方ぜひ来てみてください。でも本当は本当は会いたい時にすぐに会いたい。断じ